さんに、はい、パパになってくれないか、エミさんから色仕掛けしてくれないかなっていう。あの人最近仮想通貨でめちゃくちゃ稼いでるんで、お金の使いどころあり余ってるんですよ。はい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 、あ、お願いしてパパにさせるように私が仕向けばいいですか。そういう AV を2、3本ぐらい撮ったことあるんで、やり方はなんとなくわかります。だから実際本当にこれパパになってくれたら、もうそのまま持ってっちゃったわって構わない。いや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 。今どこにいるんですか。今別の部屋にいるんで。あ、わかりました。カメラだけ設定して、エミさんそこら辺にいてもくれるわ。じゃあそれで、あの、お疲れ様ですみたいな感じで、そうあの、そうカメラですね。そうです。わかりました、OK です。お願いしましょう。じゃあ、行きます。行きましょう。頼む！あ、お疲れ様です。お疲れ様です。私の YouTube どんなのあるかとか、なんか知ってます？そんなわかんないです。もちろん知ってますよ。年齢制限出てくるから。年齢確認か。え、なんか見たりとかしました。なんか謝ってるやつとか。ああ、あのゆうたさんのやつですかね。クリックしたら、うん、再生数は伸びるんですけど、うん、収益化されないんですよ。なんでですかね。いやなんでだろう。ちょっと過激だから、はい、だって NG なんだろ。コンセプトでやってるからじゃない。でも収益いらなくない。いやだってほら本業もあるし、うん、あると思うし、でもあくまでやっぱ YouTube ってさ、うん、発信力を強化するツールだと思うんで、別にそこでお金かけなくてよくない。だってほら、うん、本当の YouTuber の人ってそれしかないと思うけど、うん、まずそのちょっと、まあ、悩みがあって、うん、まずそれじゃないですか、うん、まあその収益化みたいなのもあるんですけど、うんね、あとなんか、まあ、結構その現場がなんか結構やっぱハードなんでそれ、うん、結構やっぱ寝れなくて全然2日連チャンでちょっと遅い監督だと終わるんだねっていう夜中の4時とかで。4時？そう。夜までやってんの？次の日何時から？次の日9時です。で私現場の2時間前とか3時間前に起きるんですよ。だから寝時間ほぼないんですよね。ちょっとそう、なんか辛いなって思っちゃってて、うん、ちょっと待っていいですか。どうした。いや、ちょっと辛いなって思っちゃって、うん、いやこっちの方がちょっと話しやすいなって、うん、だって私、実を言うことなんですけど、うん、どんどんやっぱちょっと本数とかを減らしてて、うん、あと自分の住んでるところが〇〇で住んでて、うん、だから結構見張りするようになってきちゃって、うん、なんかもう引っ越さなくちゃいけない感じになってるんですよ。それで〇〇とかそっちとか、うんで、皆さんが近い施設とか、そっちに引っ越そうかなって思ってるんですけど、うん、なんか私こんなびっくりしちゃって、うん、こんなに家賃高いんだと思って、いい物件とかの、うん、とかになっちゃうと本当になんかもう超えるじゃないですか、まあ、一応見つかったんですけど、なんか本当になんか飛ぶように高いんですよ。飛ぶように高い。自分の中で。ああ、なるほどね、うん、いくらぐらい。まあそこに引っ越そうかなと思ってるんですけど、結構ああいうのって契約するとなんか一気にお金なんか何ヶ月も、まあそうだね、敷金とか礼金とかもかかるしね。そうで、私なんかぶっちゃけ結構なんかそういうルイとかってあんまりなんかもらってないんですよ。あ、そうなの。なんかあんまもらってなくて、その業界のことわかんないからわかんないけど、だって売れてるでしょ。だってもらうんじゃないの。いや、なんかこれもちょっと本当に言わないでほしいんですけど、月とかもらってないんですよ。うん、そう、もらってないぐらいなんで、うん、1本安いんですよ、うん、やっぱ体力も衰えてきちゃって、うん、でも引っ越さなくちゃいけなくて、うん、3ヶ月分のあれがあってみたいなで、貯金とかもやっぱ税とか引かれちゃうから、うん、結構なんかなくなってきちゃって、うん、ジルさんになんかその相談すればなんかちょっと相談したくなっちゃって。ああ、いや全然相談したくなっちゃって。なん私なんかちょっと助けてほしくて。ああ。助ける。実際に助けてほしくて、なんかちょっとだけあのそのパッパ的な感じに。何言ってんの。え、なんか本気で言ってんの。いや、あの本気です。なんか本当は。いや、え、本当。企画？いや、企画じゃないです。企画じゃないです。あおじさんが良ければ、パパさせてほしいっていうか、パパって何ですか。なんか愛人っぽい感じになって、なんかそう契約みたいなのをなんかしたいんですけど。あ、愛人って何ですか。愛人っていうのは、それ…本当に今までそういうこと作ったことがないんだよ。ないんですか。お前、だから独身だし。呼んでくれたら、来たりとかして、
なんかその、なんかの、チャレンジを。呼んだら来てくれるんだ。呼んだら来てくれる。呼んだら来てくれる。何回か来てくれる。ウーバーイーツ、深田エミがウーバーイーツじゃない、めっちゃいいじゃん、それ。で、あの、月、だいたい、全然来るんで、毎日来るんで、毎日来るの、月、ちょっと、1000万援助してほしいです。1000万援助してほしいです。本当に言ってんの？はい。1000万年間で1億2000万円それはやばくない？ダメですかって言われてダメじゃねえ普通、いや、なかなかうんって言わないでしょ。ダメだ。いやー、ウーバーイーツ深田エミウーバーイーツはいいけど、うん、ちょっとコストがなんかそういう感じの関係ありですか。全部一本で来てくれるでしょ。企画企画じゃないです。本気です。はい。でも確かに、まあ確かにちょっと面白そうとか、電話一本で来てくれるってなんかすごくない？え、来ます、来ます。みんなに言ってるの？いや、言ってないです。ああ、ほんと？13じゃないとちょっと言えないんで、お願いします。お願いします。なんか、ちょっと、いやー、1000万はな、1000万はちょっと高くない？え、なんか、厳しいですか？なんか、いや、1000万だって年間1億2000万だよ。じゃあちょっとで100、ちょっとじゃない、10分の1になってる。大安い。確かに大安い。はい。そんなに困ってるの？いや、めっちゃ困ってるんです。どうですか？これ以上ちょっと乗り切りできないです。バーゲンセール。バーゲンセール。そんな困ってるんだろう。まあいいけど、まあいいけど。本当ですか？いいんですか？じゃあ契約書をお願いします。いや、厳しいです。ありがとうございます。